カキンゲームズ。ハロー YouTube。 ヒカキンゲームズへようこそ。どうもヒカキンです。本日はですね、パズドラ Z のドラゴンコロシアム上級にチャレンジしたいと思います。で、3回勝負で僕が目指すのはもうただ一つ、これですよ。これ、スコアですね、25,882点、ランク SS。 これが何かというと、全国のね、小学生の頂点、全国大会の1位のスコアだそうです。で、僕ね、いつもね、パズチャレとかで特訓してるから、小学生ですからね、こっち大の大人ですから、勝てるでしょうね。ということで、今回は3回チャレンジしたいと思います。さあ、いくぞ。さっきね、1回だけ練習しました。はい、いきますよ。こっから3回やります。ランク A はね、まあ失敗しても A は行きたいですね。行くぞ。まずはまあウォーミングアップだな。うん、ホルスなんですよね、ここ。ホルスだから4色または5色でやっと火力が出るみたいな。あ、ちょ、ちょ、やべ、あ、わわわ、何をやってるんだ。あー、一コンボ。ちょっと待って、これはちょっと動揺してしまってるぞ。いつも通り、いつものパズチャルでやってる通りにやればいけるんだ。あー、ちょっとね、タッチペンのね、ちょっとね、まだ慣れてないんですね。うん、大丈夫ね。それも攻撃してくんだよね、こいつらね。ほら、パズチャレみたいにこう攻撃して、やべやべ、ちょっと待って、攻撃してこないと、まあ、ちょっと待って、まあまあまあ、これ練習ですわ。うん、よし、いいぞ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 、よし、いいぞ、いい感じ。4色ですね、これで。はい、これだったらボスまではね、4色で大体ワンパンできそうな感じなんで。あーべ、ミスってるミスってる。あー、そうでしょうか。どうしよう、難しいね、やっぱちょっとスマホより難しいイメージですね。まあ、慣れてないだけかもしれないけど、よし、いいぞ、4色いい感じいい感じ。もうね、これモンスターが動いてんのがなんかかっこいいんだよね、やっぱ。スマホだと動かないからね。お、お、光ってる。Z ドロップなるものがあります。あー、クソ、火離れん。あーははー。3色だと、あ、3色でもでも結構食らうね。やっぱボスだけちょっと一気に強いみたいですね。さっき、ボスやったらかなり強かったので。あ、よし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 。ちょっとね、こんなスコアではちょっと終われないんで、これはまあウォーミングアップです。でも攻撃してくるから、これ下手するとずっと倒せないと負ける可能性が出てくるってことですね、下手すると。あ、やっぱね、斜めがうまくいかないんですよ。指じゃダメだもんね、これね。あ、倒した。あ、すげえ、 Z 何ブロックっていうかドロップすごいね。あ、いいぞいいぞ、ほら来た、5色来た、ほら。これをうまくね、毎回出せれば。まあ、でも、今んとこ、ちょっと自分では全然満足いってないですけど、まだ2分40秒ぐらい残ってるんで、これでボスですね、多分。はい、来た。こいつが強いんだ。あー、始めるとこで迷っちまう。もったいない。あー、微妙だ。諦めちゃいけない。お、4色揃ってんじゃん、それも今ので。お、諦めちゃいかん、結構食らうわ。おっしゃ、4色だとボスは3発4発か。5色揃えないとボスはそう簡単に倒せないんですね。ハートが溜まってきちゃってる、これも課題だね。ハートもちゃんと消しつついかないとダメ。いや、でも基本はやっぱパズドラと一緒だから全然すぐできましたね。ハート溜まってきてんだよ。あ、いいぞ、4色倒してないかな。コンボは7コンボいけ、倒した倒した。お、ちょっと待って、さっき練習1回して1回やっただけですからね、っていう言い訳です。
まあ、あと2回の間に一発神がかった回があればいいと。はい、今のでランクは C。 いけるねこれ。ちなみにスコアは 11,513。 2万、まず2万だな。まず2万いきます。いくぞ。よしよし、これ来た、これ来た、これ来た、来た、はい。え？よし、次の盤面を見ておこうじゃないか。無理しないでハートを消すのも大事だよな。一発。来たんじゃない？これ、4色。え、来た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 。来てるぞ。今んとこ、全国一が並んでんじゃない？ちょっとハート消しましょうかね。ちょっと時間はね、あんま気にしないでハート消して一回きれいにしましょう。 OK。 この次のターンで必ず倒す。あー、そう、攻撃してくるからこれ時間がもったいねえ。よし、4色。こいつらは4色でいけるはずなんだ。で、スキルとかもね、こうあるんですけども、やっぱこうパズルで倒していきたいですね。ボスじゃねえや。ボスじゃねえや。あー、三色！ハートがマジで邪魔だ。あー、その、空風林が攻撃してきたよ。空風林に攻撃されるなんて。四色！四色？四色！空風林は四色で倒せるのか。倒せる！ってことは、ボス以外は4色一撃なんだ。ボスは5色だな。まずは綺麗にしよう。あれ。あっしゃー、消えた。緑がないから4色でいこう、とりあえず。落としを入れたい。あー、惜しい！いいぞ！あー、緑が落ちてくればな。でも結構いいんじゃないですか？残り3分。5色になってる。落ち込んで、え、これ倒したでしょ。え、倒した。え、2分45秒残してるから2分15秒くらいいいんじゃない。これ2万点いったんじゃない。え、勝っちゃったらすいません。うわ、あー、18,262点 B です。相当うまくいってたんですけどね、今ね。絶対まず2万点いける。だから一撃ボス2発って感じだね。それでいければ勝てるね。じゃあ泣いても笑ってもラスト勝負超えます。いくぞー。まあ、多色パってのがまた難しいんですよ、これ。いくぞー。最初は難しい感じで来たな。色がね、全然。あー、これはやっちまってるぜ。ハートが多いんで、なんか最初から。あー、よし、ここで倒そう。やばい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 。攻撃があるんですよ。そして斜め、あ、斜めが決まってよ、斜めが決まってよ、斜め。よし、あー、行き過ぎたけど大丈夫だな。よし、こっから全部一撃。ああ緑か。斜め決めるぞ。あれ、くそ、全然ダメだ。よしよし。うわ、3色か、これで。くし
ちゃげー。よし、落とせ落とせ。よし、いいんじゃない？4色、OK、倒したでしょ。 OK、 さっきすげえな、2分45秒残したの。くそー、3コンボはありえないよ。よっしゃ、落ち込ん、よっしゃ、よし、ボス15秒しかねえ、さっきのタイムでクリアするには。いやー、さっきめっちゃスムーズだったのかな、やっぱ。 あれ、もう1匹いる。全然ダメだ。勘違いしてた。赤、あーあーあ、空風林、さっきも食らったよね、空風林ね。ああ、何やってんの。緑、ちょっとこれは空回り系ですね。よし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 、最後かっこよく決めたいな。10コンボとか出して、もう明らかにさっきよりちょっと進んじゃってるかな、時間が。よーし、いくぞ。よし、いいぞ、4色。あー、落ち込んが全然来ないな。お、いい、いい盤面だ。あ、あ、う、あ、い、う、あ、4色。あ、4色でもやっぱコンボ数が少ないと全然食らわない。あ、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 ハートでも消せてるぞ。3色ボスで3色はほぼ食らわないと。ちょっとね、パズチャルでね、操作延長してるやつでね、練習しすぎたね。5、6、お、ラッキー。よーし、これ倒したでしょ。お、最初から来てくれ。なんとも尻つぼみな結果だな、こりゃ。あー、最後気持ちよかったけど。47秒しか残ってねえよ。まあ、でもね、2回目よかったんだけどね。ランク D です。 D 6536点ということで、僕の最高記録は2回目ですね。18000何点ですよね。見てるかい、これを出したそこの君、君はすごいな。今回プレイしたこの模様は、コロコロコミック2月号にも掲載されておりますので、ぜひぜひご覧ください。悔しいな。あと多分10回ぐらいやればね、 いけると思うんだけどね、これね。言い訳ね。本日もご視聴ありがとうございました。このヒカキンゲームズチャンネルをまだチャンネル登録お済みでないという方、ぜひぜひ登録お願いします。今スマートフォンからご覧の方は、この動画画面の下の方に見えるチャンネル登録ボタンを押すと登録できます。 PC タブレットからご覧の方は、動画画面内のこちら側に見える登録ボタンを押していただければ登録できますので、ぜひぜひよろしくお願いします。その他、私ヒカキンの LINE 公式アカウント、 Twitter、 ブログのリンクもこの動画の概要欄に載せておきますので、ぜひぜひ友達登録、フォローなどお待ちしております。バイ。